ルショッカー地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダー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 ジャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダー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 一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。対決雪山怪人ベアーコンガー。おやさんたちはどこかな。ああ大丈夫。おい、あそこだぞ。おーい、おーい、おーい。なんてざまだ。今にゲレンデが穴だらけになっちまうぜ。さあ、俺たちはもう一つぶれていくか。ああ、せっかく立花の親父が暇を作ってくれたんだからな。まあ、今回ばかりおやさんに感謝しなきゃな。さあ、行くぞ。よし。ハヤトとタキ、二人ともゆっくり休んでくれ。まさかここで事件は起こるまい。おい、みんなどうしたんだ。もうこんなのやめたっと。会長、見てくれよ。この姉ちゃんたちのだらしなさ。まあ、ゴロン勝手なことばっかり言って、それじゃうまく滑れるっていうの。任せとけ。任せとけ。ちょっと見てなよ。よいしょ。じゃあ行ってくるからね。ちゃんと見てんだよ。イエイ。おい、好き好き。おい、三人とも笑ってないで追っかけてやれよ。仕方ないわね、新米だもんね。うん、どこ行っちゃったのかしら。この辺だろ。もうちょっと向こうじゃない。うん、うん、いや、この辺に落ちてるはずだ。あ、ご老人、この辺に子供用のスキーが落ちてきませんでしたかな。そこの茂みの中に滑り込んでいったわい。どうもありがとうございます。じゃあ会長、僕ちょっと探してくる。うん、危ない、入っちゃダメだ。なんで嫌いんだよ。その雪の下、深い谷だよ。今年だけでも10人もの人がそこへ落ちたまま行方不明だよ。へえ。僕が探してきてあげるよ。ここは慣れてるから。気をつけろよ。気をつけてね。大丈夫かな。あったよ。うわあ、よかった。おい、あったよ。いやー、もうや、ありがとう、ありがとう。おい、ゴロ、俺言わんかい。いっけね、どうもありがとう。僕と友達になってくれればいいんだよ。友達？うん、じゃなってあげる。うわあ、よかった。僕、ミカ、ただし。僕、シクラゴロ。それに、ミカ姉さんにエミ姉さん。トーベイさんにユネさん。ただし。あ、パパだ。じゃあ明日ゴロくんにスキーを教えてあげるよ。明日朝9時ね。9時だね。うん、じゃあね。井川の息子め、余計なことしおって。
ベア。私たち今草津高原のホテルビレッジに来ているの。とてもいいところなんだから。どうしたの？また嫌なカードだわ。なんだか胸騒ぎがする。吹雪になったわ。三河博士すぐ来るのだ。神博士、スノー作戦の準備は間もなく完了します。ショッカーのスノー作戦とは、草津高原の雪を溶かし大洪水を起こそうという作戦なのだ。そのためにショッカーは物理学者三河三郎博士を脅迫して2000度の高熱を長時間保つというエネルギー爆弾を完成させようとしていた。諸君、作戦の決行を早める。ベアコンガ、ベア。お前の役目は邪魔者を近づけんことだ。三河の息子をマークしろ、ベア。どうしたんだ、こんな時間に呼び出して。三河博士、あんたの息子はとんでもない男たちを友達にしたようだな。こともあろうに一文字隼人とは。いやー、待ってくれ、待ってくれ。お前たちは息子の命と引き換えにエネルギー爆弾を私に作らせた。それだけで十分なはずだ。ただしには手を出さんでくれ。頼む。博士、もしお前の息子が我々の秘密を知ったら、その時は殺す。見せしめによく見ておき。放て。博士、よく見ておくのだ。ビャー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 。息子を殺されたくなかったら、一文字たちに息子を近づけんことだ。分かったら帰るがよい。まさか忠志が。忠志。あ、パパ。なんだって？もう僕たち会わないっていうのかよ。自分から友達にしてくれって言ったくせ、すいません。皆さんすいません。忠志君、よかったらその訳を聞かせてくれないか。一文字さんだったら殺されちゃうんだ。じゃあさよなら。滝、これは何かあるぞ。うん。死神博士。バカめが。行け、ベアコンが。ベア。待ってくれ。ただし殺さんでくれ。ビアビアビア、鉄を握っておけ。えい、
れや。正しくも頼むぞ。よし待て。いや、おいおい、おい、満足に子供一人始末することができんとは、なんということだ。ベアコンが、それまで何としても一文字たちを引きつけておかねばならんのだ。来たれ。命に代えても今度こそ必ず。エネルギー爆弾をセットしろ。2枚打ちセット完了。爆発30分前。そうか、君のお父さんは無理やり食家に協力させられていたのか。しかし草津高原一帯の雪を溶かして大洪水を起こそうなんて全く気違い沙汰だぜ。一文字さん、パパを助けて。家のゴミ焼き場、すごいんですだわ。ハヤト兄ちゃん、大丈夫か、そんなことして。なに、俺は波の体じゃない。ハヤト、奴らきっと別な手を打ってくるに違いない。気をつけろ。分かっています。タキ、うん。遅いわね、三日三日。あら、どこへ行くの？ああ、それより早く行って頭を冷やしてやってくれ。はい。いや、
無駄なことだ。どうしたのかしら。ミカ、行きましょう。待って、誰か来る。ミカ、逃げるのよ。ここよ。ああ、怖かった。どなたじゃな。え、どなたって、ここは412号室でしょ。いや違う、ナンバーをよく確かめてごらん。そういえばなんだか様子がおかしいわ、エミ。412号室、やっぱり間違ってないわ。うん、隼人。死神、どうだ、姿を見せろ。丘の上を見ろ。いや、しょこりもなく、あと5分しかないぞ。滝、あと頼むぞ。よし。
あそこだ。じゃあ。おお、タキ、ライダー、時間を抜くんだ。よし。どうだ、ライダには本当に何とお礼申し上げていいか。ありがとうございました。いやいやいや、さ、どうぞどうぞ。あ、俺なんていいんですよ。どうですか、会長。ただし君とも友達になったんだし、もう 2,3 日ここにいませんか。それに何たってここは草津だ。温泉に浸かってりゃそんな傷なんて一発で治っちまいますよ。じゃ、そうするか。よし、やったそれじゃあ、わしは早速失礼をするでしょう。水に着替えてこいよ、うん、僕もよかった。へえ、いや、なあ、ハヤト、草津のお湯は傷にいいってのは聞いたけど、温泉プールでも傷にいいのかね。気分のもんだろうさ。怪我も治ったことだし、俺たちは明日また一滑りだ。ショッカーの大陰謀は仮面ライダーの手で砕かれた。この世に悪がある限り、仮面ライダーは戦う。正義と平和のために。我らが仮面ライダーを狙うショッカー本部が送った次なる飛車は氷魔人トドギラー。恐るべきショッカーは魔人トドギラーを使って日本全土の氷河作戦を計画。次回仮面ライダー、死を呼ぶ氷魔人トドギラーにご期待ください。嵐とともにやってきた。誰だ誰だ、悪を蹴散らす嵐の男。仮面ライダー正義のマスク。万歳復活せ、電流復活せ、スピード全開最高。怒りを込めてぶち当たれ、ショッカーどもプチのめせ。ライダーライダー